霊委員会は、ジャン霊を委員長とする欧州委員会。霊委員会は、欧州3共同体がブリュッセル条約によって統合されて、初の委員会となる。欧州経済共同体のハルシュタイン委員会を引き継ぎ、霊委員会の後は、マルファッティ委員会が引き継いでいる。霊委員会は、欧州共同体機構を強化し、また欧州議会の権限を拡張させた。 また、欧州議会の直接公選制に努め、1979年に初の選挙が実施されている。このほか1968年に成立した共同体内の関税同盟における競争の監督にも当たった。令和1969年のハーグ欧州理事会で重要な役割を果たしている。ハーグ欧州理事会で各国首脳は2つの新たな提唱を掲げて、 欧州統合を再開させることが決定された。その二つとは、一方が、経済通貨統合を残る他方が、欧州政治協力で、今日では、前者は、ユーロ、後者は、共通外交、安全保障政策となっている。任期の最終年となる1970年、令は、自身が提唱していた、共同体の独自の権限について、各国政府の支持を取り付けた。 これは EEC が加盟国の負担金のみでなく、関税や域外から輸入される、農産品に対する課税、付加価値税による歳入が可能になったのである。例委員会は、イタリア、西ドイツ、フランスから各3人、ベルギーとオランダから各2名、ルクセンブルクから1名の、計14名で構成されていた。蒸気表中を色で分けているのは、各委員の政治傾向を示す。 それぞれ以下の通りである。ありがとうございます。